はいどうも、全力で今日 YouTuber、ビモリです。ニュースが入りました。本日ですね、オリックスバファローズの鈴木康平投手と、読売ジャイアンツの廣岡大志選手の、交換トレードが発表されました。今季初のトレードということです。まあ、オリックスから、トレードでね、鈴木康平選手が、出ていったということで、正直ね、ちょっとまあ、鈴木康平選手にもいろいろ思い出はあるっていうのとね、はい、巨人にも頑張ってほしいって思いと、あとまあ、廣岡大志選手ようこそっていうね、気持ち、今はね、はい。まあ、この廣岡大志選手についてはですね、まあ、セリーグをまあ、普段あまりね、見てない身としては、あまりそこまでその自分の知ってる情報ってのがないんで、ツイッターの方でね、情報募集しまして、ちょっとまた後日ね、廣岡大志選手についてまとめる動画を撮ろうと思うんですけども、まあ、こちらのコメント欄の方でも廣岡選手についての情報をね、教えてもらえれば幸いです。まあ、ケイ・スズキ投手ですね。ケイ・スズキ投手はこの2018年に大学社会人卒でルーキーとして入ってきて、まあ、それから、5年間ですね。まあ、今年も含めて6年間、オリックスで頑張ってくれました。どういうピッチャーか、まあ、一言で言わせてもらうと、ロマン溢れる本格派、右腕です。力強いストレート。ケイ・スズキ投手、これプロでは最速158キロをマークしているということで、はい、もうこれ速球に関してはもう日本球界でも屈指レベルやと思うんですよね。で、それに加えて変化球。このフォークがこの結構一級品なんですけども。あとまあスライダー、カットボール、カーブもあって、はい。本当にポテンシャルだけで言えば、これ本当にもう日本屈指と思うんですよ。今ね、僕が言った話だけで言うと、すげえいいピッチャーやんだろう。まあ、実際いいピッチャーなんですけどもね。で、すいません、ここまでケイ・スズキ投手と言ってました。もうすいません。登録名は鈴木康平なんですよね。はい。ちょっともうつい癖でケイ・スズキって言っちゃうんですけど、はい。鈴木康平投手も、皆さんももうこれ、ケイ・スズキの方がもう通ってんちゃいますかね。はい。鈴木康平投手ね、入団当初は、同じ鈴木康平という選手がね、まあ、感じ違うんですけども、内野手でいまして、まあ、ちょっとそこでややこしいんで、これ、ケイ・スズキというね、登録名にやったんですよね。アルファベットでハイフンでね、名字って。これもちろん T 岡田選手から取ってるんですけども、僕が、ヘイ T ほんまと言ってるところで、それになぞられて、ヘイ K ほんまと言わせてもらったんですけど、はい。まあちょっとね、鈴木康平なんですけど、登録名、ね、癖で K って言っちゃうと思うんですけど、はい。そこは許してください。この K 鈴木投手はもう言っちゃったもん、はい。K 鈴木投手ね、はい。巨人でも鈴木康平で行くんですかね。K 鈴木投手、これ2018年そこまで登板なかったんですけども、2019年これ先発として出てきまして、10日から表しました。K 鈴木投手、これ2019年は先発として4勝6敗。防御率 4.31 なんですけども、結構今年はね、いいピッチングしてもなんか野手の援護に恵まれないというね、まあ2019オリックスなんでね、まあ当然、なんですけど、吉野部も無援護にさらされた年なんで、まあ、他のピッチャーもいろいろね、2019年は無援護にね、合ってる年なんで、まあ、これはまあ、洗礼をね、プロの洗礼を受けたというね、年なんですけど。で、2020年はそこまで投げずに、で、2021年ですね、この年中継ぎとして出てきまして、で、まあ、抑えとかも結構やってたんですよね。ただ、抑えではなかなか結果を残せなかったんです。勝ちパターンでケイ・スズキ投手ね、最初使われてたんですけど、セットアッパー抑えではなかなか結果を残せなかったと。で、やっぱ結果残せないとビハインドに回るじゃないですか。このビハインドの場面ですごいピッチングするんですよ、ケイ・スズキ投手。そうなんです、ビハインドとかそのね、大量リードの場面。接戦の勝ちパターンでできたらなんか、コントロール乱して大炎上みたいな。はい。コントロールに課題があるんですけども。ビハインドで出てきたらケイ・スズキ投手、コントロールもズバズバ決まって、はい。めちゃめちゃいいピッチングするんですよ。だから、もうビーモレルの配信でも何回も言わせてもらったのは、ビハインド時はサファテだと。ビハインド時はゾーン250キロ台後半の球をバンバン決めていく。で、それで最後フォークで三振を取るというね。ピッチングスタイル完全にサファテなんですよ。だからはい。これ巨人ファンの方に説明書を送るとすれば、ビハインド時に関してはサファテということで。で、去年2022年はね、14試合しか投げなかったんですけども、防御率 6.75、あまり結果残せなかったんですけど、まあそうですね、ケイ・スズキ投手のこの一番印象に残ったとしては2021なんですかね。まあということで、まあケイ・スズキ投手はどういうピッチャーかっていうと、まあ、ちょコントロールには何かありますけども、やはりその持ってるポテンシャル、ストレート、150キロ台後半で変化球も一級ヒント。で、ビハインド時は、サファテのようなピッチングをしますと。あとはだから巨人がどういう使い方をするか知りませんが、中継ぎで使うんであれば、このリード時ね、セットアッパーとして、このコントロールが定まってくれれば、本当にもう日本球界随一のピッチャー。だと思うんですよね。ビハインド時はサファテやヘイケイホンマとか言ってのがすごい懐かしいんですけどもね。まあ今のオリックスね、まあ中継ぎ陣がかなり不調なんで、ケイ・スズキ投手の出番まだあるかなと思ってたんですけど、なんか放出しちゃいましたね。大丈夫なんかなと思いますけど。まあでもね、まあ、宇田川投手とか帰ってくるってなると、やっぱケイ・スズキ投手勝ちパターンでは厳しいと。で、ビハインド時も今ね、本田仁美投手とかいますから、まあ、巨人で花開くんであれば僕はそれを応援したいですね。はい。まあ巨人ファンの皆さん、ケイ・スズキ投手をよろしくお願いします。まあ本当にポテンシャルはすごいピッチャーなんで。本当にサファテになれる逸材ね。和製サファテなんで、ビハインド時は。あとはだからリード時で一皮ね、
原監督に向けさせてもらって、はい、お願いします。ということで、ケイス鈴木投手、巨人でも頑張ってください。で、広岡選手、ようこそオリックスへ。また後日動画出しますんで。セリーグファン、中日戦ではちょっと手加減してほしいけど、それ以外、フルで眠れ